まあ僕の多様性として1個ね、こういうのやってみようかなと思って。うん。やっぱりいいよねっていうところですけど、まあ、どういう風な予告映像かなっていうのを、まあ令和にあるならね、考えてみようかなと。まあ、1回、令和、カーレス、タイトルね、これ。で、劇場版、予告があったら、こういう構成どうかなっていうので、やってみようかなと思います。で、まずは、暗転シーンからですよね。で、 野沢雅子さんのこれで、俺の勝ちだ。カガロットって聞こえてきて、ターレスのアップ、少しは効いたぜで、はぁ、あ、みたいな。で、極ピンチなんかなみたいな演出から、ふしから夢叶えるのさ、みたいな。新しい音楽でもいいけど、このオラにで戦いシーン見せて、まあ新しい映像あってもいいし、元気を、みたいな。で、地球どうなっていくんやろうな、でもう一回安定して静かになって、 こっから出てきてきでピッコロさんしゃべりだす頭を打つ前の記憶全く思い出す気配はないのかみたいなでこの映像から頭を打っていなかったら自分は一体何者なのか自分の存在は何なのか気になったことはないのかで野沢雅子さんの声ですよこれは分かんねえよみたいな脳内 BGM 再生させてほしいんですけどねでこの映像で「今オラは?で」でまたもう一回安定して。 全出撃だみたいなもう文彦さんですね。うんで地球丸ごとでこの映像をランダムに見せて地球は分かんねえがご飯だけはおらかを守るみたいなんでエピソードオブターレスみたいな。 うん、のも面白いよね。でもカカロットのゲームやったりとかで、ターレスのオリジナルストーリーでゲームターレスみたいなあったとしたら、俺、望むことはもう心の初期衝動で思ったのは、クリした後、カカロットのエンディングみたいに、ターレスのエンディングをこんな風に見してくれたらんで、去った後に、これで、ふんでゲームのエンディングやったら、 めっちゃまあいろんな多様性とかそういう視点とか思い出の視点を変えながら視点のアングル変えながらね、うん、楽しんでいけたら嬉しいなと思ったね。